それでは今日の力のこもったゲーム振り返ります。マリンセッパザ、ご覧の佐々木でした。立ち上がりランナーをセカンドに置いて、この和田がレフトにタイムリーヒット。これは角中もよく追っていったんですけれども、あともう少しというところ。これで1対0、イーグルスが先行します。2回の裏、マリーンズです。先発は菅原でした。ランナーを置いて田村の当たり、しぶとくしぶとく持っていきます。これでランナーが帰ります。もうどっちにどう行くんだろうという今日の展開でしたよね。そしてここは三木、この辺りでウィーラーが、送球もそれて、今日はね、ウィーラーは守備の方ではね、ちょっとこう残念な場面が多かったんです。そしてこれは茂木です。5回で、これがマーティーの、ね、プレーですね、はい、余裕持ちましたかね、エラーが記録されました。でこの後山崎のあたり、左中間、この辺り楽天があの押せ押せムードできたんですけれどもね。いやもう本当ですよね。2対2同点。そしてウィーラーがランナーをセカンドに置いて、これで3対2になりました。佐々木もどうですか、今日振り返ってみると、まあ、このイニングすごくもったいなかったですよね。もう打たれているのが初球、最後の方初球ばっかりだったんで、まあ、もう少しこう1球目の入りとか大事にしていたら、もう何か変わったかもしれないかなっていう感じも受けなくもないですけど、渡辺義明のタイムリーの後、今度は和田が、ああこれですよね、うん、ここがマーティンの肩でしたね。素晴らしいボールでしたね。ディームが来ました。そして今度はマリーンズ、マウンド上が2番手の青山です。ここで鈴木大地、セカンドが掴んで三木スタート。素晴らしい走塁ですよ ね。で結果この1点があったからっていうゲームになったんですもんね、さあ2番手、こちらは佐々木に代わってチェンです。浅村が犠牲フライを放ちます。ここまでいいところはなかった今日の浅村、ここで犠牲フライ、イーグルスに追加点です。そして6回の裏に来ます。ピッチャーは2番手のブセニッツ、3番手のブセニッツ、ウィーラーがこのプレーで中村がセカンドに行きます。そして田村が見事ですね、はい、ナイスバッティングですね、綺麗にレフト前、これで5対4になります。この辺りマリーンズ押せ押せです。そしてトップの荻野が追い込まれてからの一打でした。5対5同点。ゲームはもう全く分かりませんでした。さらにマーティンがここでタイムリーヒット、来日初ヒットマーティンです。打点もつきました。8回マウンド上4番手金川、ランナーがセカンドにいて浅村、驚きましたねナイスバッティングですよ、まあ、ちょっと甘かった分もありますけどね、はい、まあ、少し力んだ分リリースの部分でコントロールミスしたんじゃないですかね。朝からの豪快なツーラン、7対6、イーグルスが1点リード。そして5番手の森原から、これが細川が送った後ランナーセカンドで清田がピンチヒッター起用、見事に期待に応えて7対7の
同点となりました。これが8回の裏。そしてこの一発です。いかがですか。いやー、ナイスバッティングですね。いやー、今日はもうね、エラーもありましたけれども、来日初ヒット、初打点、そして初ホームランまで、見事にかっ飛ばしてみせました。最後は増田が締めてゲームセットになります。ピッチヒッターの山下が倒れました。苦しんで苦しんで掴み取った、これは貴重な一勝ですね。そうですね。もちろんマーティンの一発が効いたゲームだったんですけどもね、9対7マリーンズ白星です。さて結果的